バックスイングの感覚ね、ずっと左からこの感覚ね、はい、どうしてもやっぱりこの動作からのこれですよね。スタート、30ぐらいです。はい、ますけど、ここからまだやっぱりこの動作でピチッとしてますからね。ずーっと上がってこうね。そう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 、その感じで、ね。まっすぐストレートに上がってきていいみたいな。そうそう、その感覚で。でもうまく打ちたいなーと思って、ここからのこの動作入りますから。ずーっとやってここからこっちが下、こっちが上のぐらいの気分。はいはい。どうしても寄せないと思って絶対こう下がりますから、ね。そうそう、その入り方。はい。バックスイングもやっぱりこう、うん、こういう感覚ですね。左肩を右で下げるような感じで、ヒットがまっすぐ上がるような感じ。やっぱりこう回そうっていう感じでこっちになってくるから、左肩ちょっと下げるような感じ。そうそう、下がったままから回ったのぐらいの気分。はい。さあ。こうぐっとこう捕まえた感じがあってから、そのまま左手を言ってこう逃がしていくような、こんな感覚ですから。はい、バックスイングを捕まえておいて、そこからこう逃がしていく感じですけど、ここからずーっといって、もう一回こうではないですからね。はい、こういって体を回って捕まえて、そうそうそう、で OKOK、 今のだから、はい、捕まえて左腕の感覚でいいです今はね。はい、ヘッドはまっすぐに上がってるんで、大事なのはヘッドまっすぐにこう上がることが大事ですから、ならいい意味で上からダンブル打てると思いますけど、ここからはダンブル絶対ないから着やっとになりますから、はい、まずミート率が悪くなったら、このテイクバックのこの位置ですね、まあ、ここではないですから、この位置からの回転が入ってると思うので、 OK、 まだフェーズに乗ったっすよね。はい、乗った感じがあります。はい、これもこの感覚ですからね、はい、ちょっと下げるような感じ、下げて感じからの、そう、その感覚ね、それはやっぱりここからのこの感覚になりますから、はい、この肩と左腕の一体感が上がっていっての、そうそうそうね、アプローチ、そこが必須ですからね。そう OK、 この入り方ね、はい、だからこっちがそうやって決まってたら、あとはもう回転感じになりますから、勝手に分かる。はい、乗ってます、はい、一生懸命目がけてないですね、はいはいはい、やっぱり苦手ってなると当てるってことになるから、